はい、ネクストヴィンテージ TV の時間です。今回のテーマは古着についてです。私はね、20年ほど前から古着にはまり、現在も愛用し続けているんですけども、さまざまなアイテムが販売されている中で、スウェット、特に、リバースリーブについては、私のワードローブであるというふうに言えると思います。で、季節的にもとても着やすい時期になり、ここ最近よく愛用しているアイテムの紹介と今後の古着の方向性についてお伝えしていけたらなというふうに思っています。今回紹介するアイテムについてです。こちら80年代のトリコタグのアイテムになります。ではね、ちょっとタグの方を見ていきたいと思います。タグはこのようになるんですけども、以前は、最もポピュラーで手頃な古着として多く流通していたと思うんですけども、年数の経過により近年個体数が少なくなり、価格も高騰してきているのがこの80年代のトリコタグになります。で、現行のチャンピオンでもトリコロールカラーのタグは使用されているんですけども、古着でトリコタグといえばこの80年代の製品のことを指します。こちらのタグのデザイン、素材と種類が複数あるんですけども、ほとんどは80年代のトリコロールカラーのタグがついている製品の総称で取引されています。全体像もね、ちょっと見ていきたいと思うんですけども、こちら、胸元に、コネチカットというふうな、ロゴがね、シンプルに入っています。これは、アメリカの、コネチカット州にある、コネチカット大学の、いわゆるカレッジロゴのものなんですけども、コネチカット州というふうに聞いてもね、なかなかピンとこない方もいるかと思うんですけども、一応アメリカの北東部にある、州で、コネチカット州には、結構ねチャンピオンで大人気であるイェール大学が、あったりするので、なかなかそのあたりも結構ね渋い、アイテムかなというふうに思います。はい、次に2点目なんですけども、こちら、オハイオステイツの、リバースイーブパーカーになるんですけども、結構ね、このロゴ、以前は本当によく見かけたロゴかと思うんですけども、数年前に、俳優の菅田将暉さんが着用したことで、このオハイオステイツのね、リバースイーブがとても人気になりました。価格の方も本当に倍以上に高騰しているアイテムで、結構ねこちら珍しいパーカータイプなんですけども、タグの方を見るとね、トリコタグなんですけども、このように XL という、本当に大きいサイズ、とてもね最近需要が高いですよね。で、胸元には結構ねこのようにダメージっていうかね、なんか色あせがあったりするんですけども、結構袖口とかポケットあたりもう本当にコンディションが良くてですね、結構私は気に入っているアイテムになっています。で、オハイオステイツに関しては結構ねグレーや赤ボディのものが多い中で、このブルーのボディっていうのもなかなか珍しくて、私は気に入っている部分になっています。次に、相場についてなんですけども、数年前までは、このトリコタグのリバースイーブは、1万円未満で取引というかね、手に入れることもできたんですけども、現在は、状態の良いものなら、本当に2万円からかなというふうに思います。で、希少なデザインであればさらに高額になる、リバースイーブも多く見られるんですけども、これから、個体数は、どんどん減っていくために、さらに、希少価値が高まってくるっていうことも、十分に予測されるかと思います。はい、では次に進みたいんですけども、こちらはですね、比較的新しいというふうに言われる、90年代の刺繍タグと呼ばれるものになります。ではね、ちょっとタグの方を見ていきたいと思います。タグの方を見ていくとですね、カラーは、トリコタグ同様にトリコロールカラーなんですけども、プリントではなく、刺繍での記載が施されています。で、80年代のものがね高騰している昨今で、まだ手に入りやすい価格帯として広く流通するのが、この90年代のリバースイーブになります。ただこの年代から後期からメキシコ製の製品がね登場するようになって、一応ね、全てをアメリカで製造する時代が終わりを告げるっていう風な形になっています。ただUSA 製の、リバースイーブに関しては今も製造されているんですけども、生産国の表記がなく量販店に並ぶリバースイーブに関しては結構ね中国製やベトナム製が、主流になっているっていうのが現状です。ではね、ちょっと1点ずつ見ていきたいと思います。はい、こちらね、リバースイーブパーカーになるんですけども、このように、胸元のプリントがですね、三段プリントって言って、上にね文字があってロゴが入ってまた文字が入るというね、三段プリント、とても古着の中でも人気があるデザインになっています。
でこのね真ん中のこうウィングフットっていうのはなかなか60年代とか70年代のヴィンテージのリバースイーブでも採用されていたりと、とてもまあ古着好きの方ではとても人気がある、ロゴになっています。でプリントに関してもね、このようにまあクラックっていうかね、割れが入っているっていうところもとてもね雰囲気があって、まあ、古着らしい、チャンピオンかなと言えるかと思います。はい、次にですね、こちらは、US ネイビーのね、リバースイーブパーカーと通常のリバースイーブになります。まあ、US ネイビーもね、本当にもう定番で、まあ、一昔前は本当にかなりたくさん流通していたかと思うんですけども、本当にここ最近はかなり玉数が減少していて、価格が、結構ね高騰しているっていうのも特徴かと思います。で年代によってはね、染み込みプリントのものもあったりするんですけども、一応こちらはラバープリントですかね。まあ、こんな感じで一応やっぱりも、文字とね下にこのロゴが入っているっていうところがポイントで、結構ね、プリントの大きさも様々で、とても小さくプリントされているものもあったりとかして、結構ねいろいろとまた私も継続して探しているアイテムになっています。こちらもですね、リバースイーブパーカーになるんですけども、胸元の方にねちょっとワンポイントでロゴが入っているんですけども、バスケットボール、まあ、NBA の、プリントなんですけども、もう本当に90年代にとても、知名度と人気を誇った、シカゴブルーズのプリントですね。このリバースイーブパーカーも結構珍しくて、ブルーズのものって結構胸元に大きいロゴが入ってたりするんですけども、このように胸元のロゴのみっていうのは珍しくて、ここにねチャンピオンのマークが入っているっていうところもとても気に入っている部分になっています。やっぱりねパーカーってかっこいいなというふうに思うアイテムです。はい、こちら最後になるんですけども、一応目つきボディのね90年代の、スウェットになるんですけども、この辺りも結構まあ黒ボディっていうのはそもそも結構珍しくて流通量も少ないっていう風なところがあるのと、まあ、袖口がね、両方ともカラーが違う、まあ、クレイジーカラーっていうものが採用されているんですけども、結構珍しいかと思います。でタグについても、まあ、90年刺繍タグアメリカ製なんですけども、このように、通常のタグとは異なる、タグがついているので、結構この辺りもなんか好きな人は好きな方多いんじゃないでしょうか。なかなかねこの古着らしくてとても面白いアイテムかと思います。今後も、古着の価値は上がり続けるのかっていうテーマなんですけども、昨今の古着ブームの過熱っていうのは異常なものがあって、リバースイーブについても先ほども述べたんですけども、2倍以上の価格に跳ね上がっているものもあったりします。でまあ、ブームは繰り返すっていうふうにも呼ばれているんですけども、例えば現行のチャンピオン、これはですね私が春夏に、ね、よく着用したチャンピオンの T11、 でこちらもですね一応、タグの方を見るとこのようにアメリカ製のアイテムではあるんですけども、まあ、こちら今でもまあ新品で購入することができるんですけど、なかなかね、定価以上に価格が跳ね上がるっていうことは考えられにくいです。ただ、まあ、3、40年後に関しては分かりません。で、この、先ほども見ましたが、まあ、90年代の、刺繍タグまでのアイテムに関しては、本当に、独特のですね、風合いと、まあ、品質の良さっていうのがあって、根強いファンが多く、まあ、基本的に価格はまだ上がり続けると、予想されます。狙い目のリバースイーブはっていうテーマなんですけども、結構ね先ほども挙げた、US ネイビーなどのミリタリーものや、イェールなどの、まあ、人気カレッジものに関してはもうすでに価格の方はかなり高騰しています。で、まあ、今後もね高騰が望まれるのは何なのかっていうことなんですけども、まあ、目つきボディや、染み込みプリントなどさまざまなものがある中で、私が、注意して選んでいるポイントについてなんですけども、それはですね、コンディションです。で今回ね紹介したものすべてに共通している部分なんですけども、結構目立つ、破れや汚れ、あとねリペア跡が少ないものを購入するようにしています。で、まあ、車でもね、まあ、修復歴ありなしで価格差っていうのはねかなりあるかと思うんですけども、古着に対してもそうです。あとはですね、サイズについてですね、サイズに関しても私は基本的に、Lまあ、もしくは XL のものを購入するようにしています。昨今のね、まあ、オーバーサイズが流行っているっていうことよりかはですね、まあ、チャンピオンらしくゆったりと着用する方がねやっぱりあのリバースイーブは本当に様になるので、まあ、コーディネートのしやすさっていう点でも、大きめのサイズの方がいいかなというふうに思います。ただまあ個人的には、気に入ったものを購入し、まあ、頑丈なね、リバースイーブをガンガン着込んで使うような、着方っていうのをね推奨してっていうか、まあ、私はそのようにしています。
では、次に着眼に移ります、今回着用するアイテムについてです。まず1着目リバースリーブパーカーなんですけども、オハイオステイツの、サイズ XL を着用してみたいと思います。でパンツについては、リゾルトの、711ウエスト33ですね。で足元は、パラブーツのコーシカで、2着目に、90年代の、刺繍タグ、ブルーズの、サイズ L を着用しています。でパンツの方は、アメリカ軍の、ね、M65 スモールショートを着用してみたいと思います。では、着眼に移ります。次に着眼に移ります。ちなみに私は身長が175センチ、体重が65キロになります。まず、オハイオステイツの XL を着用しています。では簡単にシルエットを見ていきましょう。はい、こんな感じになっています。やはりサイズ感、この身幅と、着丈のゆったりとした感じっていうのはさすが XL っていう感じですね。こんな感じでざっくりと、着用するのが気に入っています。でこのプリントのねちょっと欠けている感じだったりとか、このお腹あたりのねちょっと色がちょっと抜けてしまっている部分があったりするんですけども、これも一つの味というかデザインとして、楽しんでいます。なかなか新品でねこんなアイテムっていうのは本当にないので、やはりこの色あせ感というのも古着の醍醐味ではないかなというふうに思います。では次に移ります。はい、次ですねブルーズのねリバースリーブパーカー、こちらサイズの方が L になります。では簡単にシルエットを見ていきましょう。はい、こんな感じになっています。サイズ感については先ほどの、XL と比べると本当に一回り小さい、まあ、あの L サイズっていうなっているんですけども、私にとってはもうジャストではないでしょうか。本当に、適度な身幅と、着丈で、これが M になるとちょっとね切れなくはないんですけども、ちょっと窮屈な感じになってしまいます。で本当に今定番のねこの、霜降りグレーの、パーカーになるんですけども、このワンポイントがねちょっと入っているだけで結構着ている印象っていうのはかなり異なります。で定番のねこの M65 カーゴパンツとね合わせて、ちょっとこのようにゆったりとちょっとストリートっぽく着用するっていうのが私は最近ハマっています。で本当に、購入しやすいというか、まあ、手が出しやすいのは結構この90年代かなというふうに思います。ちょっと生地感としても、80年代に比べるとちょっと固めでゴワゴワした感じが強いのが90年代、まあ、より、まあ、リバースリーブの肉厚さとかね頑丈さを楽しめるので、まあ、90年代のアイテムが一番ね、狙い目かなというふうに思います。ということで今回は、テーマは古着ということで、まあ、リバースリーブの方を紹介させていただきました。またよろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いします。